Hello everyone! 大家好、こんにちは。三国志14プロデューサー、越後屋和弘です。今回は三国志14の具体的なゲーム内容について語っていきたいと思います。で、まあ、今回、そこで一緒に語ってくれる相手として、三国志11でプロデューサーを務めた北見にも参加していただきます。Hello everyone! 大家好、こんにちは。北見です。14は、三国志9、11の流れを組む1枚マップ君主制を採用しています、まあ、そのリスペクトの意味も込めてお招きしましたというで、まあ、うちはネタなんですけど、あの北見 P とか面倒なんで、いつものように北見さんということで呼ばせていただきます実は北見さんとはウィーニングポスト4から対抗理士伝4まで、上司と部下の関係でした。で、まあ、それまでは私の一応シミュレーション畑のはずだったんですけど、まあ、その後無双に拉致されたので寝返りですね。まあまあ、では、まあ、そういうことで、一応こういう関係です。で、まあ、三国志11プロデューサーの目から見た三国志14ということで、ゲーム内容について掘り下げていければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速なんですが、ストラテジーのシステムって大雑把に言えばリアルタイム性とかターン性とかあるけど、14ではどういう風になってるの？同時プロット制です。戦略フェーズで命令して進行フェーズで解決するやつですね。その先の展開を読んで命令を出して、その結実を待つみたいな。シリーズでは三国志9で採用した異なる形式です。先にコマンド選んでおいて、後からせーので解決するやつですよね。はいはい。で、まあ、そのシステムって、例えばこう自分はこういうふうに考えてコマンド打ったんだけど、敵どう動いていくかなみたいなところの、うんうん、答え合わせ、そういうところが楽しい感じですよね。はい。で、特に今作は武将が自分の意思でこうちゃんと動いてくれるっていうことを重視してます。プレイヤーはあくまで君主の立場から指示出しますけれども、まあ、その後個々の武将がどう行動するかは別ですね。その点で先読みの戦略がとても重要になってきます。そういえば今作って土地の奪い合いがコンセプトらしいんだけど、はいはい、システム的にはどう絡んでいくのか。従来は主にこう都市、まあ、例えば洛陽であったりとかを取っていくっていうのが勢力の目先の目標になってましたけれども、今作は都市を取るという以前に、そのいわゆる一つ一つのどう土地を取っていくかということが重要になっています。例えば都市の収入はその都市が支配しているこう全体の地域から得る形なので、敵の都市に属する地域をちょっとずつでも削っていけば、その都市の収入の一部を奪えることになります。で、まあ、敵はその分削られた分収入ダウン、自分が収入アップということで倍の効果を持っています。なるほど。今までは例えばこう都市を取るまでは敵も味方も、リソース量は変わらなかったっていう感じだったけど、今回は収入を奪うっていう概念が導入されたことで、はい、都市を奪う前の段階からの戦略がすごい効果的になっていくっていうことですね。はいはい。で、まあ、例えば敵の土地だけを削り取っていって敵都市を干上がらせるみたいな、はいはい、兵糧攻めみたいなこともできるってこと。はい、はいはい、それも可能です。まあ、というか基本的にはいきなり都市攻めるのではなくて、その周りの地域を奪ってって都市に迫るっていうのがむしろ常道になると思います。まあ、まさに今作のコンセプトである戦線の構築という形ですね。結構楽しそうですね。はい。じゃあ地域を取ったり戦線を広げたりするには具体的にはどういうふうにすればいいの？地域にその地域の中心となる、まあ、それぞれの地域こう区分けされてるんですけど、府という土地があるので、その府を奪えばその土地を自勢力全体に組み込むことができるという仕組みです。なので部隊を出陣させて土地を広げていって、まあ、最後にその府を奪えばその地域を自勢力に組み込むことができます。その府っていうのは、具体的に施設的なものなのかなと思うんですけど、はいはい、まあ例えば部隊以外で計略だったりとかそういったところで負を取る方法っていうのがある、はい、あります、あります。計略も土地の奪い合いに絡んだものがあるので、計略で負を奪ってじわじわ削りを、まあ、敵を削っていくのも、まあ、いい手ですね。まあ、このように全ての要素が最終的には土地の奪い合い、地域の奪い合いに集約されるようになっています。それで色塗りっていう感じになってるってこと。はい、はい、まあ、それが一番分かりやすい表現として採用しました。
うんうん、この六角形の 色塗りってストラテジーファンには結構ワクワクする要素なんで、まあ、それだけでもかなりいい印象を持ちましたね。 ありがとうございます。じゃあ次は舞台について聞いてみたいんだけど、はい、まずシリーズファンとしては結構気になるところで、陣形っていうのはそもそもあんのかな。 あります。陣形は舞台の役割分担ですね。今作は機動力に特化した水行陣形ならば足が速いので敵の兵端を切りやすい、占領に秀でた角翼ならばより広い範囲の土地を塗っていけるみたいな。土地の占領が重要だって言ってたし、はい、角翼っていうのは結構大事な陣形になりそうな感じ。まあそうですね、はい。で、水行の兵端っていうのはつまり繋がってないとどうこうみたいな感じのやつ。はい、そうです、そうです。本作ではその出陣元の都市から舞台まで土地がつながっているとその舞台が兵端を受けている仕組み でこの途中の土地を分断される、切断されると舞台が混乱したり大変な目に遭います。でつまりはまあ色でつながっているかどうかっていうのが大事になります。で水行はさっき言ったその、まあ、機動力に特化したやつはそういった敵の背後を取って兵端を切るのに適しているという陣形になります。水行も結構イメージ通りシリーズとしてはかなり足の速い舞台として、はい、陣形として、はい、まあ、あったけど、でもこのルールだと結構最強になる感じじゃないかなっていう気もするんだけど、うんうん、もしかしてもうふにゃふにゃな弱いやつ。まあそうですね、ふにゃふにゃです。まあめちゃくちゃ足速いんですけれども力は最弱なんで、まあ、守りも、まあ、まあ攻めも向かないです。本当に移動に特化、混乱を目的とした遊撃隊って感じですね。うん、結構楽しそうな感じ、ね、ありがとうございます、はいはい、陣形も使える武将が決まってるとかそういう感じで、はい、まあ、そもそも舞台には、武将は何人？一部隊に武将は1人です、今回は。そっかそっかそっか、あの今回は、武将の個性が大事とかっていう風に、はい、まあ、それを表現するには一部隊一人の方が結構都合いいっていうところもある。そうです、なるほど、まあ、だから攻め込むときは複数部隊を連れて攻めに行くっていうのが割とオーソドックスな感じになるってこと。はい、そうです、そうです。で武将に個性があるから、まあ、それぞれの部隊にも自然と役割が生まれて誰に何をさせるかを考えて進軍させるっていうのが醍醐味です。うん、結構楽しそう。で他にどんなことが舞台ではできるのかな。舞台がまあ建設とか家計とか戦法とかもまあ当然あります。で建設はマップに弓矢倉とか土塁とか、まあ、火罠など設置してこれらを生かした戦いができます。まあ、家計は三国志の花ですし、これもマップに火を放ってそこら中を炎にボーって巻き込むことができます。なんかそういうとこって三国志イレブンっぽさを感じるとこで、ね、はい、でまあまあ、結構あのイレブンでも駅系を要塞化したりとか、あの家計を使ってマップ上を火だるまにするような戦い方が、まあ、できた感じだし、はい、やっぱり三国志といえば家計っていう感じで、はい、なのでまあ建設や家計などその1枚マップをカスタマイズした戦い、まあ、といえばいいんですかね、はイレブンユーザーにも喜んでもらえると思います。